はい、どうもふみです。さあ今日はね、3月の雪解けがね進んでいる札幌をね歩いてみたいと思います。もうだいぶね、春の香りもしてきて、雪解けもね進んできて、めちゃめちゃいい季節ですね。はい、早速ね歩いていきましょうか。もうね、もう雪がね溶け始めていて、だいぶ足が悪いです。これね、木の上から水がね垂れてきてますね。非常にねこの時期は木の下は危険です。雪がねバサッてドカッて落ちてきて、漫画みたいになりますから。すごい、これみんな観光客です中国人か韓国人のね観光バスが近くに止まってね、それで皆さん来ているって感じですね。はい、もうねべちゃべちゃです。足元が滑るっていうか崩れるっていうねニュアンスの方が近いかもしれないです。はい、ここね1ヶ月前か、つい先月までね、あの雪像がね、札幌雪まつりの雪像があったと思えないくらいね更地になっていますが、でもね、あの雪像がいくつかあります。雪だるまがね、雪だるま界隈では珍しい4頭身ぐらいあるね雪だるまがあります。まあ、基本ね雪だるま界隈はね相場が2頭身か 2.5 頭身って決まってますから。でこれね、特級呪物みたいなね雪だるまもあります。もう顎の下から手生えてるもんねこれ。でもみあげがもうね横に出ちゃっていますが、はい、こっちが顔か。え、じゃあこれ何、これ鼻毛、鼻毛ですかね。鼻毛とこれは顎ひげかな。逆波平さんみたいな感じですかね。はい、こちらも、あ、待って、なんかすごい、え、完全に後ろから刺されてますけど、まあ、それは一旦置いといて、これ何、これデスティネーションシンガポール、シンガポールの方の落とし物ですかね。はい、雪だるまあります。なんか所々に雪だるまがあって可愛いな。あ、これめっちゃ上手、これ上手、可愛いし、さっきの特級呪物って言ってごめんねってぐらいね、こっちの完成度が高すぎて、こう松の木でなんかちゃんと手っぽくなってるのもかなりハイクオリティですね。と口元が、よし、直してあげました。はい、こういうね小さい雪だるまをねちらほら作られています。あ、ここもね雪像があったところですね。もうだいぶ雪解けが進んでいて、このなんていうの、このギシッギシッって音がね結構好きです。ここはね、あのもともと噴水があるところですね。夏場はトウキビワゴンがねあったり、まあ、トウキビワゴンがねちょっと物価のねあの高騰とかによって今の値段じゃね厳しいっていうポストをねしておりましたが、今安いもんね、かなり350円とか400円とかで買った記憶がありますが、全然ね、まあこの大通公園の名物としてねいいと思いますね。キビッチいいと思うよ。7度あったけ。もうね大きな通りはねこうやって雪がないです。ちょっとね中道に行くとまだねあの雪があったりするんだけど、もうここら辺はね本当に走りやすいですね。今日7度もあるんですね。なんかニュースで3月下旬並みのね気温って書いてあって、
まあ、今3月、まあ、中旬よりちょっと前ぐらいで、ちょっとね、近々東京の方に行くので、まあ、帰ってきたらね、この景色がなくなってると思うとね、寂しいので、まあ、いわゆる緊急で動画を回しております。あ、言えた。やっぱ YouTuber になったら、緊急で動画を回しておりますって言いたくなりますからね。いやあ、あったかいわ。一生歩ける。はい、また雪だるまが。これはね、珍しい。三つね、昆虫みたいになってますね。はい。え？なんかプーさんみたいな。ちょっとくびれがね、二つあるプーさんですね、これはね。ちゃんと笑ってます。こう見たらわかるんだけど。ん？ピエロ？すごい、でもクオリティ高いですね。ちゃんとね、目のくぼみもね、作って。クオリティは高いです。で、こっちはね、ちょっとクオリティが低すぎるね、雪だるまもありますね。うん。だるまなのかっていうところから始まりますけど、多分違うかな。うん。ちょっと僕の知ってる雪だるまではないですね。ここになんかコブできてますしね、コブができております。あれはすごい雪だるま、すごい面白いな。この時期に来るとやっぱね、雪が湿ってるっていうのもあって、多分ね、雪が固まりやすいんでしょうね。みんな雪だるまを作ったりしていて、まあちょっとね、できてから時間が経っている雪だるまですね、まあ、少し黒ずんでおりますが、はい、こんな感じでもうね、いろんなところどころに雪だるまができております。あ、すごい、待って、ちょうどファイターズの開幕ね、プロ野球の開幕のタペストリーがね、貼られております。あ、待って、これなんだかんだ初めて見たかもしれない。まあ、プロ野球好きとしてはね、毎年これがね、札幌の至るところにこうやって飾られているんですが、それをね、今こうやって見れるなんて、かなりレア映像ですね、これは。あ、この時期に、まあまあ、そっか、プロ野球が始まる直前ってなるとこの時期か。でも面白いよな、先月雪まつりの期間はさ、250万人弱の方がさ、この大通公園に来たわけだけど、もうオフシーズンはね、本当にこうやってもうほぼっていうか、もうね、全くこの会場に立ってはいないです。ね、本当に雪まつりシーズンはね、もうここをね、歩くのでさえね、精一杯だったんだけど、もう誰も僕以外ね、歩いていません。もうこんなに大きなね、声で喋っても不審者扱いされることなくね、堂々と喋ることができます。まあ、多分前なんか雪まつり行ってみたみたいな動画にもね、言ってるかもしれないんだけど。本当にね、オフシーズンはね、テレビ塔側ぐらいにしか人がいなくて、もうこっち側はね、誰もいないです。はい、今日はね、たぬき工事にあるね、花州っていう、まあ本当に僕がね、今まで食べた中華の中で一番美味しいね、ご飯屋さんに行くので、今日はね、こっち側に向かっております。ではたぬき工事の方ね、向かいましょうか。さあ、ここから先はね、人が多くなるので、不審者扱いされちゃうので小声で行きたいと思います。楽しみ。